さまこんばんは。本日も絶好調。明日ももっといいことがあるわ。そうそう、毎日ラッキー、嬉しいわ。ついてるわ。あなたなら大丈夫よ。そう、自信を持って日々。良い言葉はちゃんと実現化するんです。アドラー流ピアノレッスン。良い子の能力や長所を見つけて、ちゃんと話を聞いてあげることも大切です。モーツァルトのミヌエット。生徒は初見力でゆっくり練習すればいろんな夢も叶います。言葉はしっかり自分にも返ってきます。相手に良い言葉をちゃんとかけてあげる、実現化します。ちゃんと思っていることや良いことをイメージして良い言葉を口に出す。これで
明日のあなたはついてるわ。あら、絶好調。明日もきっと良いことが待っているわ。そうそう。頭かくして尻かくさつ。初心忘れるべからず。千里の道も一歩から。ちょっと猛進。一期一会に相手を敬い、話を聞く能力も本来は大切になってまいります。あかんべーた、いんべーた、あたりまえたのくらっか、あっという間のためごろ。音読効果。本読みを一緒に楽しむように、読譜も一緒にゆっくり読む音読効果。これはとっても学校のお勉強にも役立ちます。よい子の皆さんは無理をしないで自分のペースで楽しく学んでくださいね。日曜日サンデーナイトドラキュラ、ネギなし放置ゾンビ、どんなお化けが出てくるかな。秘密の宝基地に出発。どんぐり見つけた、アリ見つけた。それでは、皆さんもドミレドミレドハラ、ドハラ、ソファミレドソファミレドドミレドドミレド。なんだ、先生の真似をしてソルフェジュ録身につけてくださいな。毎日おやつの食べ過ぎかしら。それでは、皆様、本日松島奈々子がお届けいたしました。願いましては 10×10 足す10は110、ピボン、100÷50、かける15、30、ピボン、計算力に何でもお任せ、ちょちょいのちょい。それではさよう。